はい今日はですね、えー、釜の選び方、買い方の話をですね、したいと思います。ちょっとこれは要望があったので、えー、順次まとめていきまます。まず大事なことはですね、どんな釜であっても、必ずその釜を炊ける人から買うのがベストだと思います。 例えばあの今私も、まあ、ホームページをですね営業ツールにしていますがネットショップで物だけ売っているということはよくあるかと思いますそういうところで購入するのも手軽でいいですね 100V の小さな釜とかはそういう買い方もできると思いますがその後ですねどれだけそこがサポートしてくれるのか そういうところまで含めて考えていかないとトラブルが起きた時それからうまくできなかった時誰からも助けてもらえないということになりますそれからオークションですねこれは昔もちょっとお話ししたことがありますがオークションで出品されているものを購入するというのは当然ながら自己責任になります普通そういうものを販売している場合はですね ノークレーム、ノーリターンですね。要はクレームつけないでくださいね。返品は受け付けませんよという形になります。オークションで購入した釜の相談というのは、えー、福岡陶芸窯にも時々ありますが、もうすでにそのメーカーがないとか、部品が手に入らないということはよくありますし、そもそも、ね、私には全く無関係の オークションでの購入の窯の場合はもう申し訳ないですが有料対応になりますそして有料対応になったとしても結局は部品がないとかですねそういうことになりますのでまずそこをですねあのしっかりと確認してくださいそれからあの電気炉福岡とオケも販売していますが電気炉は必ず、えー 使用頻度によって変わりますがいつか将来ですねヒーター線の交換、えー、張り替えそういう工事が必ず出てきますその時にですねただネットで買っただけである場合ですねまた改めて製造メーカーを探して対応してもらうとかそういう形になりますそれからまあ電気工事になりますので本来はですね電気工事に関わる免許 持っているところではないと、そういうですね高温になる機材の配線、もちろんヒーター線の交換も膨らまれますが、そういうことはねあのできないことになっています。私も一応その 10年前ぐらいに電気工事士という資格を取って随分勉強しましたがなかなかそれは難しかったですしあの専業でですね電気炉を専門に作っているところ総合メーカーであってもですね電気炉もさまざまな製品を自社で開発して製造しているところがありますし私のところの取引先の共栄電気炉さんとかは電気炉専用メーカーっていうか 電気炉の,のみをもう戦前から作ってる会社です。当然そこの方たちというのはですねもう電気に関するもう専門知識資格免許を持ってる方がたくさんいますのでそういうところのサポートがあるというのとやはりただネットで買ってしまったりオークションで買ってしまってそういうサポートがないそのようなです、ね、ことにならないようにですねそれだけをまあ気をつけていただきたいと思います。 特に電気炉で申し上げますと、あのちょっと先日ですね、とある窯の工事に私は行ったんですが、あのヒーター線の一部が張り替えてあるのが、過去にですね、過去に張り替えてあるのを確認できました、あの分あのどん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 ばらして掃除したりするうちにですね、あここ変えてあるなと。ところがですね、そのヒーター線の固定しているピンがですね、 適正な素材を使ってなかったのでもう焼けて溶けて曲がってヒーター線自体もこうぐずあの下がってみたいなねそういうことがこれは多分工事自体は相当昔にされたんだと思いますがそういうことがありますのでやはり窯というものはですね非常にこう重要な設備ですから製造に関わった経験があるとか製造したメーカーから直接であるとか えー、その取り扱う経験があるそれから当然ながらその釜をきちんと調整することができる調整指導ができるそういう業者さん、えーまあ、メーカー、えー、そういうところから買うしかないと思いますでそれぞれの釜のですね細かな話はですねまた続けてしていきたいと思います